はい、今日はギターの梱包についてです。ES335 タイプのギターですが、ハードケースの中で、万が一梱包自体に大きな衝撃が加わってギターが箱の中でバウンドするようなことがないように、仮にしたとしても、ギターが箱のハードケースの中で動くことによってダメージが受けることのないように、このような形で、発泡スチロール製の柔らかいバブルのようなものをギターの表面に感じで乗せていきたいと思います。ネックも、ネックの部分がケースの中で動くことないように、ネックの周りもですね、発泡スチロール製のバブルを巻きつけるなどして、このような形でハードケースを締めます。梱包の、過去にあった、箱そのものに加えられたダメージの、エグザンポーです。このような衝撃を受けることがあるので、内壁に関しては二重構造になっています。段ボールの内側からまた段ボールなどで補強することによって強度を、箱の中にハードケースが今収まった状況で、この段階ではハードケースが箱の中で動くような状態になっています。これを内側からダンボールを入れて補強していきます。これによって、二重の構造にしていきます。はい、これで、この状態で両サイド二重構造になりました。これでハードケースの横なんですが、このようなクッションですね、段ボール製のクッションを横に入れて、クッションですね、横に入れることによってハードケースをより、縦横の両側全体から段ボールの中で固定していきます。まだスペースがあるので、もう1枚段ボールを今度は二重折りにして分厚めにした状態でいきます。このような形ですね、ハードケースが段ボールの中で動かないような状態にした上で、あとハード箱の底のハードケースの下にも、プラスチック製の、バブルを敷いてあります。で最後に、ハードケースが箱の中で完全に動かないような状態に、二重構造で固定した後に最後に、一番上をまた段ボールの蓋ですね、蓋を入れた状態で箱を閉じていきます。このような形で、完璧な梱包の出来上がりです。